ここで大雨に関する情報をお伝えします。まず雨雲の様子をご覧ください。この時間ですけれども現在は関東南部から東海地方の沿岸部、また岐阜県の飛騨地方、そして九州南部に活発な雲がかかっています。全体的には南西から北東方向に雨雲が進んでいきます。現在九州南部にかかっている雲ですとか、東海関東南部にかかっている雲を少しずつ、北東に動きながら、強い雨を降らせるとこういうことが続きそうです。で特にですね、この三重県の沿岸部に現在ある雲、これかなりの強さを持っていまして、かかってしまいますと時間雨量で30ミリ以上の激しい降りになる可能性がありますし、九州の南部についてはまだ南西方向に雨雲が連なる状態がこの後も継続するというふうに見ています。強い降りが日中にかけても断続する可能性があります。でこの後さらにこの後ですね、雨雲の動き見てみますと、9時以降も次々と雨雲かかります。特に今日は太平洋側を中心に強い降りになるというふうに見ています。こういった雨雲の下ではやはり時間雨量で30ミリ以上というような強い降りが、続くといったことが想定されまして、雨量が増していきます。これが向こう24時間に予想されるトータルの雨量になります。特に多いところでは、この赤色、四国東部や和歌山県の南部、さらに岐阜県で200ミリ以上をさらに降るといったことが予想されます。これまでの雨、トータルの量を見ますと200ミリから300ミリぐらいに達しているところもありまして、さらに大雨が続きますと土砂災害の可能性、そういったものも上がってくるというふうに見ています。この後も大雨の情報、新しい情報入り次第お伝えいたします。引き続き雨の降り方ご注意ください。